もう菅野はこう2イニング分倍投げたということになりますね。一塁が破るか、どう中田が取って一塁投げられるか、間一髪のタイミング、アウトのジャッジが出まして、さあ矢野監督が出てきました。今リクエスト要求です。あのファーストがセーフになった場合でも今、ね、ホーム駆け抜けてますんでね、1点取られてるわけですけども、抜ければ当然1点なんですけどね。はい、このプレーで飛びついてよく取りました。よく投げましたよね。その後そうですね。さあどうでしょうか。中田ももう倒れ込みながらというプレーです。このプレー東京ドームライトスタンドを中心に大きな拍手が出ているでしょうか。アウトです。中田ファインプレー、チームを救いました。中田のファインプレー、つなげられてないというところで、あっと弾いたが若林のカバーは間に合うか。アウトです。3打席目はセカンドうまくカバーしまして、近本を抑えました。1番からの打順三者凡退に抑えました。